はい、皆さんこんにちは、おとさんです。ということで今回はまあいきなりね、何を映してるんだという感じかもしれませんが、タイトルサムネにある通り、ミミズで腐葉土を作ってみたいと思います。まあ、皆さんミミズが落ち葉大好きなことはよく知っていると思いますが、ミミズコンポストに使うシマミミズも、まあ、畑や庭にいるドバミミズも、どちらも落ち葉が大好きです。まあ腐葉土も大好きですね。で、基本的にはまあ腐葉土を食べるという感じになると思うんですけど、まあ、この落ち葉の中自体にたくさん微生物もいますし、まあ、落ち葉が少し湿ってくればミミズもね、幾分か食べることができると思うので、まあ、今回はシマミミズを使ってこの落ち葉を腐葉土に変えていきたいと思います。ちょっとこの企画自体さっき思いついたことなので、まあ、思いつきで撮っておりますのでご了承ください。まあ、ちょうどね、道路の落ち葉を掃除していた時に、まあ、中からドバミミズがたくさん出てきたので、まあ、せっかくならこの落ち葉で腐葉土を作ってみようかなというふうに思っております。で、これパッと見ね、まあ、落ち葉だから軽いだろうと思うかもしれませんが、これ結構さっき潰してあるので中身ぎっしりなんですよ。で、持ってみたら多分5、6キロはあると思います。うん、結構重いですね。ということなので意外と重量はあります。で、動画自体はですね、結果が分かってからまとめて1本にするよりか、まあ、ちょっとね、経過観察的な感じでお見せできればいいかなと思うので、まあ、動画いろいろ分けてお出しします。で、今回は動画としてここにシマミミズを入れるというのは、まあ、しないでおこうかなと思います。まあ、次回以降の動画でここにシマミミズを入れるという工程になるかな。で、どういうふうに運用していくかっていうのはちょっと決めていないんですけど、まあ、基本的にはシマミミズの力だけで分解できればいいなとは思っているんですけど、まあ、米ぬかを入れたりとか、まあ、生ごみを入れて、まあ、シマミミズが過ごしやすいようにはするかなと思います。で、これ普通のプランターなので、あの排水性がよくありません。このプランター自体に排水穴もつけていないので、まあ、腐葉土を作るという意味では、まあ、あまりいい条件ではない気がするんですけど、まあ、めんどくさいことがあまり好きではないので排水穴は開けないままでいきますし、なんならちょっと雨を防ぐようなシートとか、それをね、上にかけることもするつもりはありません。そして、まあ、日陰に置くこともなく、雨を避けることもなくなので、まあ、上手に腐葉土ができるかわからないんですけど、まあ、雨ざらしの状態でどのぐらいかかるかわかりませんが、まあ、腐葉土ができるかっていうのをね、まあ、チャレンジしていきたいと思います。で、今回はね、第1回目なので、まあ、一応さっき持ってきたこの落ち葉にね、一旦水分を含ませてあげようと思います。なので上からビシャビシャ水をかけていきます。よろしくどうぞ。一回触ってみせましょうか。まあ、こんな感じでパリッパリってことはないですけど、まあ、一旦湿らせた方が分解しやすいかなと思うので全体を水で湿らせます。まあ、こんな感じでしょうか。まあ、だいぶ体積がね、減ったんじゃないかなと思います。でも、まあ、そもそも踏んでたので、まあ、5センチ弱ぐらい沈んだかなという感じですが、
まあさすがにこんだけ水をかけたので、まあ少しは水を抜こうかなとは思いますが。うん、やっぱり大変そうなのでやめます。でこの箱の中にはね、結構いろんな虫がいるんですよ。さっきカメムシを見つけてしまいました。まあカメムシがいますし、わらじ虫が歩いてますし、まあその他この中にクモとかアリとかね、あとまあドバメミズのちっちゃい個体もいます。まあこんな感じで今回はただ落ち葉を拾ってきて湿らせただけの動画となりますが、まあ、次回の動画からかな、まあ、100匹単位ぐらいでこの中にシマミミズを入れて、ここで腐葉土を作っていきたいと思います。正直本当にどれくらいの時間がかかるか全く分かってないので、まあ、大変かもしれませんが、腐葉土になるまでしっかり続けていこうと思います。では最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。